レーラーのおいちゃんです。今日はウエストコーストジャズをお聞かせします。お待ちください。はい、始まりました。非常にちょっと陽気な明るい感じで始まりましたけども、今日お届けするレコードはこちらになります。カーティス・カーンスというベーシストです。この人です。この人がカーティス・カーンスで、そうですね、こちらがハロルド・ランドというテナサック奏者、こちらがフランク・バトラーというドラム、これはカール・パーキンスというピアニスト、唯一白人はこの人ジャック・シェルダンというトランペッターです。それで今お届けしている曲は Love Walked In という曲です。 Love Walked In という曲はですね、これもスタンダードなんですが、今ハロルド・ランド、この人非常にいいですよね、作詞です。それでこの Love Walked In という曲はですね、ガーシュウィンの曲なんですが、1937年にガーシュウィンは38歳で亡くなるんですけども、前回もお話ししたんですけど、もう一つ Our Love Here to Stay、 我が恋はここに、それからこの今お届けしている Love Walk to It、 この曲はそのガーシュウィン最後の映画音楽ですね、ゴールドウィン・ホリスという映画の中で使われている曲なんです。まあ、38歳で亡くなって、本当にガーシュウィンは悔しかったに違いありません。それで、まあ、音楽に戻りますけども、ウエストコーストはこういった感じで陽気なんですね。東海岸、まあハードバックですよねとは違って、まあ、こういった陽気な感じで、まあやる曲も、まあ、ウエストコーストは割とウエストコーストでやる曲が多かったりします。ハードバックの東海岸の方ではやらなかったりとか、まあ、やらないわけじゃないんですけども、まあ、ハードバックのモーニンというボビー・ティモーズの曲がありますけども、モーニンもウエストコーストプレイヤーもやりますけども、どうもちょっとこのなんともこちらには響かないようなモーニンになったりとかですね、やはりそのスタイルというものがですねあります。別に西海岸に住んでた人が東に行ったりとか、東に住んでた人がプレイヤーが西に行ったりはするので、当然そういうことなんですけども、地域性ですね、ウエストコーストのスタイルというものが明らかにあるわけでして、こういった明るい感じがします。それがお聞きになって分かるかと思いますけども、非常に録音がいいんですよね。これはですね、東のブルーノートに代表されるルディ・ヴァン・ゲルダーに対して、こちらはロイ・デュナンという録音技師がいます。その人が録音してます。ということで非常にサウンドも綺麗です。はい、ということで今日はカーティス・カーンスグループでラブ・オブ・クイーンをお届けしました。バリエラのおじちゃんでした。じゃあいいよ、またこれからもウエストコーストをお届けします。